トレーニング期間の間、ペンダントの空いているところが全部埋まったら最終メンバーになります。韓国に行きたいと思います。韓国に行きたいです。연습안하고놀다온사람같아요。별로절박하지않아요。めったにオーディションなどは開催しないので、いい機会だなと思って、その自分が住んでる地域でこういったオーディションを受けられることができてとても嬉しいです。もし今日パクジニアさんに会えたらとても嬉しいと思います。言葉があんまり出ないと思います。Like a bulldozer, like a hand.今日三次審査の前ですけど、どんな子がここに登場すると思いますか？僕の一番好きな日本の女性歌手が沖縄出身です。安室奈美恵さん。だから沖縄来るとき本当に楽しみでした。들어오라고할까요? 안녕하세요. 간단히 自己紹介してください。 はい、山城萌乃と言います。 16 歳です。 よろしくお願いします。このオーディションにどうして参加しましたか？はい、私は沖縄から出たことがないので、世界をもっと広く見て、たくさんの人と触れ合って、自分のこうパフォーマンスで笑顔になってくれる人を作りたいからです。私は沖縄に生まれて16年間住んでます。家族は、お父さんとお母さんとお兄ちゃんが2人とお姉ちゃんが1人います。で、自分にとって沖縄はどんな？でも、なんていうか、心休まる場所という感じ。山城さんの強み、魅力って何ですか？こう沖縄ならではのノリというか、オープンなところも自分は持ってると思うので、いろんな人にこう音楽だったりダンスを聴いてもらって、希望だったりを与えられる人材になりたいと思ってます。今日会ったら どんなこうどうなると思います？山城さん、本物じゃないって思います。会えると思わなかったので、心の準備ができて、なんか違う世界になりた。緊張しますか？緊張してます。あ、リラックスしてください。あ、楽に思い切り歌ってください。切なことさえ見え
なくなってしまうよ。私は強く迷わずあなたを愛し続けるよ。どんな時もそばにいるよ。いいですね。今体がとっても固まるです。Okay. Ready? Okay. はい。ダンスを見せてください。넌 허리가 몇이니? 24요. 힙은? 34요. 어렸을 때부터는 눈이 좀 달라. 아무리 예뻐도 뒤에 살이 번잘라면 나는 눈이 안가. 앞에서 바라보면 너무 착한데 뒤에서 바라보면 미치겠어. Oh yeah. Shake that booty, that booty, booty. Shake that booty, that booty, booty. 날 어쩌면 좋니? 날 어쩌면 날 어쩌면 날 어쩌면 좋니? Be your way, can't you be? 머리 끝부터 발끝까지 눈을 떼질 못하겠니? Yeah. 歌う時と踊る時に全然違う人みたいです。全然違う人みたいです。踊る時は自信と余裕があって表情が生きています。ありがとうございます。팔다리동작을정확하게하는건누구나연습하면할수있는데이몸자체가계속리듬을타고있는거는정말연습한다고되는게아닌데몸전체로리듬을굉장히잘타고있어서그게제일인상적이었어요ありがとうございます。でも歌う時は緊張しすぎて試験を受ける学生みたいです。すべての文字を同じように機械的に歌いから感情がいきません。沖縄出身아무로나미에상생각해보면한번도이렇게서노래한적없잖아요。歌について自信がありません。でもこうでもこう歌はこうまだちゃんと習ったことなくて完全にうまいとは思ってないんですけど、あとこう人に習って吸収する力はもうあると思うので指導お願いします。僕に世の中で一番美しいことが新人の瞳です。山城さん눈빛이정말너무예뻐요。그러니까희치사정혜츠캔교사다담겨있는거예요。歌はまだまだ足りないけど伸びる可能性を見て選びます。来てください。選びます。来てください。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。実際に受かったってなるともう本当に思ってもみなかったことなので本当に嬉しいです。
でとうございます。合格。お疲れ様でした。一度決めたら本当にやり遂げる性格なので、一度決めたらそこまでしないと寝れないんです。私は本当に集中するとお昼の1時ぐらいから6時ぐらいまでして、またご飯を食べてまた夜の10時ぐらいまで踊ったりしたりします。한창의춤춘적도있는거야연습춤연습을はい。会社のエレベーターで一度お会いしたことがあります。딱한번。오늘그럼처음보는건데1대1로처음보는건데지금어때요?좀떨리긴해요조금만本当に光栄ですし、私たちの会社の社長さんですし、私の姿を本当見てほしいと思います。こんにちは。自己紹介してください。はい、私は明太子が有名な福岡から来た18歳山口真子です。私が中学2年生の時に JYP 公開再オーディション12期で日本人の方が2位を取り JYP 練習生になったということを新聞で見ました。その時私は来年は絶対私が3位以内に入って JYP 練習生になるんだと決意をし、その1年間たくさん練習をしました。そしてその結果3500人の中で3位を取ることができました。私はこの2年間韓国でトレーニングを受けてきたのですが、このトレーニングを受けてきた成果をこの場で披露し、そして後悔しないように最後まで一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。 JYP で、はい、自己紹介を教えましたか？아니요예왜이렇게다들자기소개를잘하지 연습생의기간중에가장힘들었던것이무엇입니까?저는다른연습생은귀여운컨셉이나멋있는컨셉이있는것같지만제가많은도전을했지만まだ自分のコンセプトにつかめてなくて、これからもこの挑戦してきたことを生かしながら持続して私の自分に合ったコンセプトを探していきたいなと思っています。コンセプトは、はい、必要ないです。必要ないです、はいはい、僕たちはみんなもっともっと特別だからです。だからただ自分らしくありのままで言ってください。はい、ありがとうございます。わかりましたか？はい。私はこの2年間で練習してきた成果を本当にこの2年間無駄ではないのでこの姿を見せたいと思いました。
世界の中それでも一つ心の波間に変わらないもの浮かべながら希望の花繋いだ絆を力にして明日を強咲き誇れ守り抜きたいものがあること、うん、いいですありがとうございますダンスを見せてもらえますかはいの審査基準が他のプロデューサーが違うはずです、はい、僕に歌唱力に劣らず大切なことが、はい、話すような感じです、はい、でも山口さんは歌う時に完璧に話すような感じがします、はいダンスは強弱、緩急があります強く踊る動きと、軽く、する動きが、区分できます2년이라는기간이길다면긴기간이고、はい、짧다면또굉장히짧은기간이에요、はい、2년이란시간동안굉장히성실하게열심히연습한것같아요ありがとうございます誇らしく思っています誇らしく思っていますありがとうございます。来てください。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。合格です。お疲れ様でした。ありがとうございます。너무너무고생을많이한것같아2년동안너무잘했어 오케이 頑張ってください ありがとうございます はい ありがとうございました私が本当にこの2年間たくさん辛いこともあったけど本当にやってきた甲斐があったしもっともっとこれからもっと自分に自信を持って頑張って世界に羽ばたきたいなと決意して頑張りたいなと思います